はい、懲役太郎サブチャンネルです。私は友達、普通に友達って言い方は割と簡単にするんですよね。普通友達なんてって言うけど、割と最近知り合った人とかでも友達という言い方をした方が分かりやすいんでするんだけど、親友となるとなかなかね、3人ぐらいいるんですけど、10代からの、中学ぐらいからの知り合いだよね。一人はもう短い間だけど高校で一緒だったその友達がいるんで、年もみんな同級ですわ。で、未だに付き合いもある、なかなか珍しい関係性だなと。私がみんな経営者なんですね。当然肉体労働系のですよね、職人だったりするわけですよ。まあ一人はその俺太郎のおじさんですわね。まあここの話は今回はいいとして、その二人の話ってあんまりしたことないんだけど、一人が高校になってから知り合った友達なんだけども、同じぐらいで辞めて、ヤクザになる前からもうバイクで行き来したり、早い時期から一人暮らしなんかしちゃって、独立心の高い男で、10代の時ってそんなにむちゃくちゃ仲良かったわけじゃないんだよね。知り合った期間もあれだったけど、まあ馬があっていろいろっていう風になってった時に、じゃあ今考えるとさ、すごい申し訳ないなと思うんだけど、一人暮らしっていうのもあったし、その働いてる職場に行きやすかったっていうのもあるから、自分がこう18ぐらいからヤクザになってった時にいろいろ巻き込んじゃってるんだよね。巻き込んじゃって、これが後で聞くと、私自身はそんななんか組員にさせようとか、自分のどうこうって友達だからそんな気はなかったんだけど、軽い気持ちでいろんな人に紹介してったり、自分の射程分にした人間の先輩だったりっていうことがあるから、後で聞いたら、私が懲役行ってから私の関係だってことで事務所に呼ばれたり出入りしたり、その例の組長とかとも会ってるわけですよ。だから自分が知らないところで関わりを持って結構大変だったっていう話でね。散々、その、やんちゃもしてたんだけど、私が2回目、そうだな。結局、私がこう、ガチャガチャやってる時っていうのは会ってないですよ。地元にいないし。長い付き合いになってくるっていうのは、もうやめてからなんですよね、実は。やめて、どうにもならない時に、そうですね、金もないし、行くとこもないしって言っていくと、ご馳走してくれてね、ご飯食べさせてもらって、何日もいるわけです。で、泊まって朝仕事行くとき、そこで食べて一緒に出てっていうようなことして、結構立派な家に住んでるんだから、空いてる作業部屋に自分は一人で寝泊まりして、何にも言わんね、奥さんもいい人でね子供たちもどう思ってたのか知らないけど、どうなんだろうなって、ね、いろいろ遊びに連れてってもらったり、飲み食いで私一回も払ったことないですよ。何年も。そこで一番の思い出が、その子供たちもいるけど、ヤクザの話あんまりできないんだけど、トイレに行くと、綺麗な広いトイレなんですよ。立派な家で。そうすると、実話雑誌が置いてるんですよ。実話ドキュメントとか、実話時代とか。最近行った時に、ふと気がついたらなかったんですよ。自分もヤクザから遠ざかってるから、もうあんまりそういうの見ないし、見たくなかったし、見る機会もない。事務所に行けばあるけど、わざわざ買ってまで見るもんじゃないけど、毎月その2冊3冊っていうのがずっと更新して、トイレにちゃんと、トイレに本棚みたいなのまであって、そこに置いてあって、トイレ行くとパラパラ、ああこうなってんだって見て、普通の家庭にこういうもん置いてあるんだなって。本人はもうそんな真面目に今すごい仕事やって経営者なんで、そんなヤクザのどうのこうのだって言わないけど、やっぱり数年数ヶ月っていうのは、その事務所に出入りしたり、いろんな関係者をして、この人ああだったこうだったって今私がする答え合わせができるんで、懐かしく思ったり、かといってじゃあ本職じゃないから意味合いが分かってるわけじゃないから、私が解説したりね、彼と喋ってたのが今の解説にもな、この言い方分かりにくいよなとか、これは分からないよなっていうようなことをしてたんだけど、よくよく考えて、これ YouTube やるようになったよってこういう風でって言ったら、もう最近忙しくなってなかなか顔出せないんすよ。たまに、あ、暇だったり顔出しないよって言うけど、いやもう今ね、俺もこんな言い方しなきゃよかった、今昔と違って暇がないんだわなみたいなこと言っちゃって、そしたらやっぱりちょっと体調崩してね、その入院っていうことになった時に、ちょっと入院するかもっていうことを言うからさ、大したことないと思って、その顔見てちょっと喋って、ちょっと入院するからって言ったら、それが結構大変だって、私何にも言わなかったんだよね。いやそんなんだったらって、まあただ入院しても見舞いも行けないし、今ねコロナでって言ってて、この前ちらっと言ったら、ああそうそうそう、雑誌を買ってないからね、なかったんだよ。調べたら、実話ドキュメントも実話時代も休刊なっちゃってんですよね。ああって思いましたよ。私全然知らなくて、
いやー、これさ、ちょっと責任か、俺なんかがヤクザの話したり、宅建太郎とかがさ、ヤクザの話するからさ、そりゃそうだよね。雑誌より早く喋っちゃうんだもんね。月刊誌のさ、だって、例えば、山口組と神戸山口組って今あったってさ、紙面に乗るのは1ヶ月後とか2ヶ月後じゃさ、そんなスピード感じゃ待てないもんね。YouTube、ああ、これ、俺も、この、休暇になっちゃったのに、ちょっと俺にも責任あるかな、とか、多少思ったりはしたよね。ああ、そうか、って、あれはあれでね、良さはあったんだけどね、いやいや、また同じ話してるよ、つってね、こんなもんもう前から、例えば、安藤さんの話だったり、三代目田岡組長の話とか、毎回してるじゃねえか、これ、20年前から同じ話って言ってるけど、今になったら作り手の気持ちもわかるんですよ。私も毎回同じ話してるんですよ。似たような話ちょっと角度変えて、どうしてもまた受ける話をしたがっちゃうんだよね。ああ、いかんいかんと思いながら。まあ私は自分の経験とかさ、体験とかもまだ話したり、事件ネタもあるんだけど、ヤクザのことだけ特化していくとって言うと、今やっぱり喋れる話、喋れない話があるから、特に構想関係のものなんて雑誌でしたら、勝った負けた、こっちが強い、こっちが弱いなんていうことはやっぱり言いにくいわけだよね、実際の話。ね、ぼやかして言ってるけど、もう世間のが分かっちゃってるから、文章って書きにくいよなと思いながらね、事実のまま書けるわけじゃないし、その、友達のところに行ってね、その、本がなかったことで、あれって、そういやなかったなって気がついて、今調べたらね、まだ、この、実話時代ブルーだとか、たまに、定期的に出てくるようなものもあって、交渉にいるときは全部買ってたんでね、特集の写真になった結構高いやつも全部買ってね、今、多分実家かなんかあるんじゃないかなと、あれやな、今なんか使用価値としては結構ね、廃盤になったやつが、絶版したやつが高く売り買いされてるなんて聞いたりするんでね、へえなんて思ってますけどね、片木の友達の家に行って、実話雑誌が、ヤクザ雑誌がなくなったっていうのを知ったという、ちょっとほろ苦い寂しい思いをしたっていう話です。はい。